オーストラリアには、約30ものヌーリストビーチが存在する。自然の中で裸になり、自分を解放するナチュラリズムの考え方だ。日本語で、ヌーリストビーチで画像検索をすると、卑猥な画像ばかりヒットする。一方で、英語で、ヌーリストビーチを検索すると、綺麗な砂浜や、人々が自然を楽しむ画像がヒットする。日本人と欧米人では、 ヌーディストビーチで連想するものが全く異なるのだ。ケアンズ沖には世界遺産、グレートバリアリーフが広がる。世界最大の珊瑚礁だ。ケアンズから船が出ているのは、グリーン島とフィッツロイ島だが、ヌーディビーチのあるフィッツロイ島に向かった。フィッツロイ島に到着。裸の人はまだいない。島を歩くと、見たこともない変な鳥がいる。 白い海岸は砂浜ではなくサンゴ。裸足で歩くと、ゴツゴツしたサンゴが刺さっていたい。ヌーディビーチへの看板を発見。この険しい山道を抜けると、ヌーディビーチがあるらしい。私は、欧米人の気持ちでヌーディビーチに向かった。30分ほど歩くと、ようやくヌーディビーチに到着。オーストラリアの ベストビーチに選ばれたビーチで、とても美しい。サンゴではなく、白い綺麗な砂浜のビーチだ。しかし、この海岸の人は、裸どころか水着ですらない。オーストラリアには6つの州があるが、クイーンズランド州だけは、合法的なヌードビーチを認めてないのだ。ヌーディビーチの海岸で、オールヌードはトカゲだけだ。ヌーディビーチの名前で勘違いして、 裸になると逮捕されるので、注意してほしい。真冬に、こたつで裸生活の私から、チャンネル登録をお願いします。